西部方面特化連隊とは、熊本県熊本市北区の北熊本駐屯地に、連隊本部が駐屯する西部方面特化隊例下の野戦特化部隊である。26中規模では、下方定数の削減、当初防衛力の向上、第4師団の地域配備師団、第8師団の機動師団下が盛り込まれた。このため、北部方面隊を除く各方面隊では、野戦特化火力は、 方面隊直轄部隊に集約する方針となった。当部隊は重装備の方面隊直轄化に伴い、第8特化連隊の一部を方面隊直轄として再編成し、第4特化連隊の一部を変合わした西部方面隊唯一の FH-70 装備部隊である。部隊マークは九州に部隊略称のワファーを表記したものであり、霊化部隊のある 中屯地に印が打たれている。上級部隊として、西部方面特化隊が編成され、西特連は特化隊霊下部隊として、統制を受ける。ただし、西特連が編成された2018年度に限り、西特連は、平時第8師団霊属、有事の際に、方面隊直轄となる特殊運用を受けていた。2019年3月の特化隊霊下への編入により、 西部方面対管区では、水陸機動団特化大隊及び第42、即応機動連隊火力支援中隊を除き、野戦特化部隊は、特化大霊下に集約された。新編時は、旧第8特化連隊所在地の北熊本駐屯地に、連隊本部及び、本部中隊、観測中隊、第1大隊を、エビの駐屯地に、第3大隊が編成。 翌年の旧第四特化連帯編入時に連帯所在地だった久留米中東地に第四大隊を新編するとともに旧第四特化連隊の要因を受け入れる形でクス中東地に第二大隊を新編したこのため本部及び本部中隊情報中隊奇数の射撃大隊は旧第八特化連隊偶数番号の射撃大隊は旧第四特化連隊に由来する 警備体育は、第2大隊を除き指定され、9第8特化連隊の全域である、熊本県南部と、9第4特化連隊の佐賀県部分を継承し、第4校舎特化大隊から警備体育の遺憾を受け、熊本県南部の五市八町五村及び、佐賀県の八市六町を担当している。9第8特化連隊では、熊本八特大庫と呼ばれる和太鼓演奏グループがあり、 自衛大鼓の一つとして自衛隊音楽祭りや部外での演奏を行っていた。2018年3月の舞台新編をもって、熊本西特連大鼓と解消したという。各大隊は、全身部隊等の愛称等を引き継いでいる。第二大隊はかつて駐屯していた第八、戦車大隊の舞台マークであったビアッを舞台マークに引き継ぎ、第四大隊は、 旧第四特化連隊の後ろ身として引き続きくるめ、駐屯地に駐屯することから、四特の愛称を引き継いでいる。特起内限り北熊本駐屯地所在。三上地区の担当は、九州補給どころ。また、第四特化連隊の福岡県部分は、西部方面混成団に移管。災害派遣にあたっては、指定部隊の長である西部方面混成団長の指揮を受ける。 AB ゆふいん中トンチツイッターアカウント掲載陸上自衛隊ゆふいん中トンチ2019年1月2日閲覧 ABC 西部方面特化連隊第8四段西部方面特化連隊2018年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年4月3日閲覧中トンチ所在部隊陸上自衛隊久留米中トンチ 2019年3月29日閲覧。ABC ユフインチュ中トンチツイッターアカウント掲載。陸上自衛隊ユフインチュ中トンチ。2019年3月26日閲覧。中トンチ広報誌ユフイン第65号掲載。陸上自衛隊ユフインチュ中トンチ。2019年1月2日閲覧。久留米中トンチ創立65周年記念式典スピーチ。 中屯地所在部隊陸上自衛隊久留米中屯地 www.mod.go.jp 陸上自衛隊久留米中屯地2018年11月11日閲覧 ABC 久留米中屯地広報誌久留米平成31年1月号陸上自衛隊久留米中屯地 P2 2020年1月24日閲覧 AB 陸上自衛隊クスチュートンチ公式クスチュートンチ、クスチュートンチ所在部隊の紹介をします。本日は31年3月に新編移駐してきた西部方面特化連隊第2大隊の紹介です。装備については 155mm 榴弾砲を保有しより FH70 の愛称はサンダーストーンと呼ばれています。 防衛省陸上自衛隊西部方面隊 X、駐屯地特化大隊 FH70。ツイッターより2020年4月14日閲覧。AB、西部方面特化連隊。第8師団西部方面特化連隊。2018年4月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年4月3日閲覧。駐屯地所在部隊。陸上自衛隊久留米駐屯地。 2019年4月17日閲覧。所在中トンチ、部隊。陸上自衛隊第8師団。2018年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月1日閲覧。令和元年8月の前線に伴う大雨にかかる災害派遣について。防衛省、自衛隊。2019年8月31日閲覧。AB。 平成30年度版熊本県地域防災計画。熊本県。P24。2019年1月20日閲覧。ありがとうございます。